おはようございます。ナースケです。レモンクラシックまで3日。ちょっとね、体重を測ります。体重は69キロぐらいでずっと停滞って感じだけど、まあ、むくんでるでしょうって考えて、明日から水抜きだからね。今日は、まあ、いつも通り、減量食で過ごします。美味しいね。一見白米 100g、 卵1個、結構少ないけどさ、海苔とかこうやって混ぜるとちょっとね、風味も変わって、で、腹持ちも長い気がして、ちょっと海苔最近食べてます。カロリーが低いからね、美味しい、何でも合う。あっという間に完食ね。さっきのご飯だと大体400キロカロリーぐらいだから、プラス100キロカロリーして、そのね、プロテインシェイクを作りました。ちょうどね、今日お得に買えるプロテインっていう意味だと、ネイチャーカーンさんのね、チョコレート今日使ったので、ネイチャーカーンさんのチョコレート今日多分ね、フラッシュセール中かな、あのセール中なんで、よかったら概要欄見てみてください。ちょうどよく買えると思います。僕のコード使ったら一番最安値で買えると思うんで、欲しいね、プロテインだったりとか、僕はアシュアガンダとか使ってるってよく動画で話すんだけど、そういうのもセールになってたらね、まあ、アシュアガンダのセンソリルがね、結構強みな睡眠系に効くやつなので、ちょっと高いんだけど、チェックしてみてください。セールなんでね、試しにやってみたい方おすすめです。うん、アイスぐらいな感じで、溶け感はね、すごいめっちゃ重たく感じる。昼からノンアル気分、いただきます。これゼロカロリージュースみたいなんで、本当にゼロカロリーでノンアルです。ジュースだね。成長剤とかもちょっと飲んで、今日はね、スポルテックっていうフィットネスの祭典みたいなのがあります。エイトとかね、寺島さんとかとも会うんだけど、準備をしていきますね。僕はビートムさんと金剛さんのステージにね、今日は上がるので、気合入れとかないかな。ということでね、だいぶ準備ができてきたんで、トレーニング多分今日エイトともしかしたらやるかもしれない。今日のラストトレーニング。トレーニングのセットと、あとは特に持ち物いらないから、カメラとか、パソコンも持ったし、カメラも持った。持ち物は特に、ね、今日は確か何もないと思うから、大丈夫だと思います。よし。じゃあ、スポルテックへ向かっていきます。よいしょ。あ、今日のコンディション見せてください。こんな感じです、コンディション。よし、じゃあスポルテックに本当に向かって行きましょう。はい、今ね、渋谷に着きました。で、ちょっとね、早く着いたから、お弁当とかをね、ちょっと買ってコンビニで買って、タンパク源とかね、補充したいと思ってます。よし、買い物完了。これで胸肉もね、サラダチキンまたファミマで買っちゃった。あとおにぎりも買って、今日ね、結構そのイベントブースでは多分減量食とかは手に入れられないから、早めにこういうの買って準備していきます。うまい、最高。スポルテックのね、会場に着きました。寺島さんにちょっとね、送ってもらって、寺島さんも今フィッティング中です。ということで、これから寺島さんとアクトレさんとか塚健さんとか岡田さんとかも一緒に立ちます。で、いつも MC をやってる野沢翔さんとか、今回 MC ってことで、まあ安心感半端ないっていう感じですね。じゃ
ジャンケン大会とかもやりたいので、今日はイベント一日頑張ります。いや、北谷さん、これ撮って大丈夫ですか？いいよ許可取る前に回してるっていう今日はこのビートムさんのブースで一緒に立ちますので、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。元気、元気出して俺ちょっと、寺島さんに会うのめちゃめちゃ怖かったうわ、なんか、いや、なんだろう、やっぱねやっぱ、存在がここにいるんで、やっぱなんかこれからステージに立ちます。と、津田健さんと岡田さん、モザイク、この人はモザイクで、なんでなの、この人はモザイクで、引っかからないでしょ。18件です。落ちてる。はい、なので、あの、減量というか、やっぱり、伊藤でーす。やば、かわいいカメラ持ってんじゃんモッツ、どうもこんにちは、伊藤です。すげー、痩せた、伊藤がめっちゃ痩せるし、黒くなってる。すぐ大会じゃん、エイト君の減量飯。減量飯なんかまたすごいの食べてんね。じゃがいも、じゃがいもと鶏むね。出た、エイトのじゃがいも減量。はかり持ってないからさだいたいこんぐらいでしょ。適当に食ってくる。適当ということで、今ね、ビートムのイベントが終わりました。で、次はね、エイトとかレモンチャンネルさんとか、いわゆる、まあ、友達でステージに立つみたいな。友達ともう知り合いしかいない、まあ、エイトもがっつり減量食頑張ろう。いただきます。ハルくんが来た。ハルくん、でけえ。次は金剛さんのジムでイベントです。 D さんと、こんにちは。こんにちは。エイトとハルくん、福岡組。え、ハルくん福岡？これ福岡、地元一緒だぜ。へえー、でかっ。後ろにいるのにでけえそれと同じぐらいらしい。レモンチャンネルさんがいます。ということで、イベント金剛さんで頑張ります。よし、終わりました。これからね、多分エイトとかと、もしかしたら寺島さんと一緒にリフトジムに行きます。ウェルカムトゥリフトジムリフトジムの人ですか？これがね、イントラです。またね、EA とか作りました。よし、リフトジムに到着しました。これからゴートレです。行きましょう。お願いします。よろしく怖いリフトジムに行く強烈なメンバーということで、リフトジムでトレーニング終わりました。オツです。寺島さんはもう有酸素に行ってしまいました。ということで、逃げ闇に行きました。逃げ闇に行きましたね。僕たちも減量頑張りましょう。このリフトのプロテイン飲みます。何味？きなこ。え、本当？同じ、うん、同じよ。あ、俺の聞いたからかと思ってた。え、違う違う違うこれね、シェイクをしていきます。多分これきな粉とかいろいろ入ってるいいやつが。ということでね、この最強 PFC リフトシェイカーをいただきます。うまー。やっぱこれめっちゃ美味しいっす。うまっ。うまいっすよね。めっちゃ辛いと思うでしょ。きな粉大好き。減量中のいいと思う。マジ減量中はこれが美味しい。減量中じゃないときはマンゴーが美味しい。へぇ、すっきりしてるからよし、今お家に帰ってきました。そしてね、このね、明日からまあカーブアップってことで、コシアンも手に入れてきました。ふぅよし、まあ戦えるコンディションまではね、多分持ってきてると思うから、今日もね、寺島さんとトレーニングさせてもらって、もうこの準備もしてね、大会までは結構準備万端かなって感じです。今ね、21時前なんで、21時からちょっとミーティングをして、これからね、最後の仕事に入っていきます。よーし、ラストまで頑張ります。例えば何か一番近い人に対してこう今しゃべってますか？なってる時の一番ラストのね、ご飯を食べます。今ね、ミーティングが終わったから、ちょっとね、300キロカロリーぐらい残ってたから、卵かけご飯と、まあ、ちょっとね、ハム、ヒースケからね、そのハムをね、もらったんで、ハムを食べるのと、あとサラダね、ベジファレいただきます。
同じ。原料家は本当にサラダがね、めっちゃ美味しく感じるよね。ご飯もいただきます。最後のご飯もマジでうまい。よし、ってことでね、ちょっとお風呂入ってきたんですけど、まあ、今回カラーリングをね、セルフでやろうってことで、この JBBF 公認のタンニングを買いました。これをね、まあ、こんな感じでね、塗ったら色素沈着して黒くなるってことで、ちょっと初めてね、自分でカラーリングをね、まあ、お店に行かないでちょっとやるんですけど、まあ、試しにね、どのぐらい黒くなるかっていうのもこの動画に残します。ってことでね、一周ちょっと塗り終えました。でもまだ色はわかんない。この液体がね、透明だったから、どんな感じで黒くなるかわかんないけど、まあ、15分20分経ってまた塗るのがいいみたいなので、ちょっと乾かしてから、ね、また塗りたいと思います。2回塗ってきました。全然ね、色はね、今のところ変わる感じはないです。ちょっとこれで明日の朝ね、どうなるか見てみたいと思います。まあ、大会までね3日、まあね、レモン合宿は結構ね、僕の中ではかなりね、楽しみながら大会出れるかなと思ってるので、結構ね、気持ちもかなりね軽いです。そしてね、明日はね、なんとね、スポルテックカップっていうめっちゃでかい大会もあるので、それもちょっと観戦して、自分のモチベーションも上げたいと思います。これさ、本当に黒くなってるかマジでさ、心配なんだけどさ、どうする？明日、まさかこの体がさ、まあ、そのままなわけはないと思うんだよ。でもさ、どうする？もうさ、2回塗ってからさ、松崎しげる並みに黒くなっちゃったら、どうする？理想の体はみんな違うをコンセプトに炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。